だ。追いつかない。どうしてこんなにそっくりなのに。きっとあの能力のせいだよ。違う、これは能力とは関係ない。あなたも羨ましいほどの作品を書いていたんですよ。伸びやかで自由で。私たちは画風こそ違っても創作に取り組む時の心境は同じだった。そうでしょ。初めて書けるようになるのですから。